申し上げます。石川会長、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。ただいま武将会に預かりました村山翔英を市長にする会のお代表をさせていただいております、石川平でございます。本日は、令和5年度の村山翔英を市長にする会全体総会をご案内をさせていただきましたところ、このように多くの皆様のご参集をいただき、大変お暑い中、またお忙しい中来ていただきまして本当にありがとうございます。心よりお礼申し上げます。当初ですね、大会の挨拶をしてくれということでありましたので、100人委員会、昔は、去年までは村山翔英京都政経100人委員会という名前で活動しておりました。その時は大体100名前後 の参加者で、総会をしておったんですが、去年その総会の折に、もうちょっと目的を明確化していかんといかんということで、村山翔英を市長にする会というふうに変更をさせていただきました。去年は350名の参加をいただいたんですが、今年は530名を超える多くの人たちにご参加をいただきました。本当にここに来て、かき続けをしたのを非常に後悔をしておりますが、思ったことを言わせていただきましたいと思います。私たちの講演会は、村山翔英を市長にする会ということで、それだけを目的に頑張っております。去年までは、皆さんと共に100人以外ということで、大体100名の会員でしておったんですが、どんどんと人が増えてまいりました。と言いますのも、去年から部会制度を導入させていただいておりまして、今、この市長にする会の中で10の部会が、元気に活動をしております。それぞれが個性を持った活動でございまして、皆さん目的は村山翔英を市長にするということでありますが、その道のりは登山と同じくいろんなルートがあるので、非常に今、どういうんですか、皆さん個性的な方ばかりですので、いろんな、活動をさせていられる中で、私たちも、非常に気づきを持って受け止めております。この4月に京都市議会選挙がございました。選挙前は非常に京都党は苦戦だということで、非常に我々も危機意識を持っておったわけなんですが、選挙、皆さん本当に講演会の皆さんも頑張っていただきましたが、現職の4名非常に頑張ってくれました。そして、左京区で空いていた議席も無事回復をして5議席を獲得いたしました。突筆すべきは全員がトップ当選を含めて上位での当選であったということです。徐々に村山イズムが市民にもだんだんと広がってきているんじゃないかなという感触を私たちは受けております。この勢いのまま来年の2月まで突っ走っていきたいというふうに思いますので、皆様のご協力ご指導よろしくお願い申し上げます。最後になりましたが、今年9月に、フランスの地でラグビーのワールドカップが開かれます。ラグビーで言われるよく合言葉で、ワン・オール・フォー、オール・フォー・ワンという言葉があります。みんなは一人のために、一人はみんなのために。このラグビー・スプリットは、講演会の活動と相通じるものがあると思いますので、このラグビー・スプリットを胸に私たちも頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願い申し上げまして、
開会にあたりましてのご挨拶に変えさせていただきます。本日はどうもよろしくお願いいたします。石川会長ありがとうございました。続きまして本日ご来院としてお忙しい中応援に駆けつけてくださいました京都党の議員の皆様をご紹介いたします。本来ですと皆様からご挨拶を頂戴するべきところではございますが、お時間の都合上ご紹介に変えさせていただきます。地域政党京都党代表京都市会議員江村理沙様、京都党国民民主党市会議員団副団長森花蓮様、京都市会議員大津雄太様、共産党に対抗するには与党がみんなまとまらなきゃいけなかった。だから自民党も
が、その結果役所でどういうことが起きるかというと、市長を守らなきゃいけないという与党の皆さんは、役所が出してきた議案、条例案、予算 100% 賛成をし続けてきたわけです。なぜなら俺たちが反対してしまったらおかしくなっちゃうから仕方がないんじゃないかと、こういう理屈だったんですね。でもこれは実は非常に歪でありまして、それこそ自民党の伊吹文明さんがおっしゃってますけども、地方議会は全員野党じゃなきゃいけない、つまり市長が出してくるものに対して市民の代表である、議会がチェックをする、これが議会の仕事でしょ。だから時にはダメだよねとか、これはもうこうした方がいいよって、こういうことをやらなきゃいけないのが議会なわけです。これが全部賛成をしてたらまともなチェック機能って果たせないんですよ、ということで、だから私はずっと無所属で活動をして地域政党共闘党っていうのを作って、この賛成、オール賛成でもオール反対でもない中間勢力を増やしていかないと絶対に京都の地方自治はまともにならないということで、実は思いながらずっと実は活動してきたわけでございますが、今回、京都党の力だけじゃありません。維新さん、国民さん、三派が合同になることによって、今京都市議会で18議席になりました。ちなみに最大会派の自民党は19議席です。議長が今自民党から出ておりますから、もう18対18になりました。で、実はこの5月議会に本当はもう新聞に載ってたのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、バスの運賃の値上げ条例を京都市が出すって言ってたんですね。ほとんどだって出てこなかったんです。だからニュースになってないんですが、出てこなかったのはなぜかというと、この中間勢力が反対したらこの時点でこれは可決しなかったんです。今までやったら出したものは全部通ってきたんで、やれ出せそれ出せってどん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 やってたんですが、今回は中間勢力がどっち向くか分からへんということで出せなくなっている状態が続いています。でもこれがまあ極めて正しい議会になりまして、何でも通るんじゃなくて、もうちゃんといいものを出さなかったら通らないよね、こういう議会を作っていかなきゃいけないという意味で、実は、今回の4月の選挙というのは京都の、市政を、変える意味ではすごく大きな一歩になったんだというふうに私は大変喜んでございます。本当にありがとうございました。さて、京都市の、お話でございますが、京都にたくさん、京都のことを一生懸命お考えになっている議員さんもいれば、いろんな人いらっしゃるわけですが、他の政治家の皆さんと私が決定的に違うことが一つだけあります。それは今の角川大作市長と選挙を通じて刃を何度も交えてきたということになります。これは少なくとも私以外いないわけでして、まあ、そういう意味で角川市政16年を総括、今ちょうど15年目の後半になってますが、16年を総括しますと、文化、観光、教育、この分野でこの16年京都は花が開いた16年だったんじゃないかなというふうに私は思っております。文化庁もやってきました。芸大も京都駅前にできました。文化的な観点から言うと、あれは良かったという見方ができるのかもしれません。私は経済的な観点から、経済界からすると、あそこはもっと違って使う方があったよねと思ってますけども、文化という側面で見ると一歩も二歩も前進したということは事実であります。観光客もおかげさまで大変増えました。京都は5500万を超えて観光消費額も過去最高額になりました。これは川川市政の中で特筆すべき、評価するべき点なんだと思います。皆さん、いっときは皆さんのお家の周りにもガラガラを持った外国人がいっぱいいたと思います。今いないんですね。あれは民泊の規制を京都市がしっかりとやった結果、その観光郊外と呼ばれる一部の騒音対策はクリアになりました。これも良かったと思います。ただ観光郊外でいうと、まだバスに乗られへんとかですね、渋滞がえぐいとかですね、まあ、いくつかの課題が残ってございますし、これからさらに深刻化をしていきますが、まあ、観光を重視して活動してこられた加藤川さんからすると、一定成果が出たという見方は当然できるわけですし、学校もですね、たくさん新しい学校ができました。中高一貫校というのがあちこちにできまして、新しい学校で綺麗な校舎で子どもたちは勉強をしてくれています。まあ、そういう意味で、文化、観光、教育と、この分野に関して、前進した16年だったんだというふうに私は、ただ一方で、政治っていうのは、とこも悪いところも当然出てくるわけなんです。文化を接戦してやった、結果、観光を優先してやった結果、京都の人口がどんどん流出をしているというのが今、随分とニュースになるようになりました。学校いっぱい建ててくれたのは良かったです。綺麗な学校で勉強できる子さんたちは良かった。でも気づけば、お金がなくなって京都市は財政難だという話になりました。
従いまして、何をやってもそうでありますけれども、いいこともあれば当然悪いことも出てくるわけです。そしてその歪みを定期的にしっかりと修正をしていくことと、そしてどのタイミングで何をやっていかなきゃいけないかということが、私は政治なんだというふうに思ってございます。その中で、京都市が今、考えなきゃいけない問題は2つであります。今申し上げた1つは財政の問題、2つ目は人口の問題であります。財政の話はですね、この4月に、なんか京都市はもう大丈夫になりましたということで、随分と報道されたので、もう大丈夫なんちゃうと思ってはる人もいらっしゃいますが、これは、全くもってデタラメであるということを先に申し上げておかなければいけません。と言いますのも、まあ、大丈夫になったという意味を違う取り方をすればそうなんですが、どうなったかというと、今年、収支均衡が図られたんですね。意味わかります？要は入ってくる金と出ていく金が、なんと収支がトントンになりましたと言って、2月以来、堂々とこうニュースになっていったわけです。でもこれ考えたらですね、当たり前のことでありまして、皆さんのお家でもそうですね、入ってくる、お父ちゃんが稼いでくるお金よりも、お子さんが使うお金が多かったらお金足らなくなったんですね。京都市は、なんと22年間ずっとこの状態が続いたわけです。入ってくるお金より出てくる金が多い。足らへんな。私は財政の問題を口にしだしたのはもう14、5年前になりますけど、もうその時から10年ぐらい足らないのがずっと続いたわけですから、いや、どっかでおかしくなるやんって、これ誰が考えたって分かるわけなんです。で、今年やっと、はい、入りと出がぴったりになりまして、すごいでしょって言うんですけど、これすごいんじゃなくて、日本中ほとんどの自治体は入りと出はぴったりなんです。京都市だけがぴったりじゃなかったということなんですね。だから、やっと僕その町と同じところに立ったよねという意味ではよくなりましたねということでございますけれども、財政自体が好転したのかというと全然そうではございません。しかも今年の予算というのはですね、結構奇跡的にうまくいった予算でございました。一つはコロナ対策で国からめちゃくちゃ金が来てるんです。去年も一昨年もすごいお金来てるんですよ。それがラッキーパンチなんです。来年は5類になりましたので、もう来ません。こんだけ人が集まるんじゃないですか、それはもう来ないんですよね。これがまず間違いなくドカッとあります。で、今年は保育園とか敬老乗車賞とかですね、手数料上げたので30億円ぐらい、市民の皆さんに負担もお願いをしております。これも来年まだ30億無理をお願いするんやったら、その分はカバーできますけど、多分できなくなるんです。だって大丈夫って言っちゃいますから。そうするとこの分も、しんどくなります。こういうことを積み重ねていきますと、来年黒字にするというのは非常に難しい、とか結構奇跡的に無理に近いような状態に、実はなっているということを、改めて、ご認識をいただきたいと思います。よく勘違いをされているので先に申し上げておきますが、京都市は金がないわけでは全くありません。いや、ここで資産税するなんやと、お寺さん、神社、御所、大学、お金取れへんやろ、町の中行ったって2階建てしかあれん、木造の2階建てで築100年固定資産取れへんわね、金ないんか、ないんです。その通りです。そこはね、固定資産税は全国的に見ても京都市は少ないんですよ、大都市から比べて。だからといって金がないという論法は、これね、京都市が言ってたから、テレビとかマスコミもバンバン京都市は固定資産税がないからとかって言ってやったんですけど、全くないんですよ。なぜならば、これ皆さん中学校の教科書に載ってるんですよ。地方財政ってことなんですよ。もともと君の町やったらこんだけいりますな、ね、京都市でこんだけいる、収入何倍ありますよ、こんだけですね、足らへん分を国が補填をするという制度です。だから日本中人口156人の青足の村だってやってくるわけですよ。人口5000人1万人の村だってやってくる。それは自分らの収入こんだけしかないですよ。残り全部面倒見てくれるんですか、国が。つまりどういうことかというと、必要なお金は皆さんの会社と違って 100% 国が出してくれてるんです。だからお金がないという状態に絶対ならないはずなんです、普通に考えると。もう一つ言うと、観光客がこんなにいっぱい来てるのに金がないとはどういうことかというと、観光客がいっぱい来て税収が増えたら国からくれる金が減るんです。で、結局もらえる相対、使える相対というのは変わらないわけです、どっちにもらうと。だから観光客がいっぱいになって豊かにはならない、原則的に。ただ一部、法人市民税あたりが増えたりするとちょっと底上げしますが、
まあ、それでも観光産業が占める京都の割合って 10% ぐらいで取れますから、それがちょっと儲かったかといって、バーッと京都市の税収に跳ね返るということに当然ならないわけなんですよ。だからですね、その、なんで金がないんだと言われたらですね、答えは簡単になりまして、使いすぎやっちゃうんですよね。入ってくる金より出てくる方がいいで、京都市の財政大変だ、大変だと、大変なまま行ってます。今年大丈夫って言ってますが、来年も再来年もその次もずっと大変です。でも、安心してください。よその町と同じようになればいいんです。それだけのことなんです。まあ、よその町はちょっと頑張りたいと、随分といろんなお金を使い込んできてございますから、それちょっと戻していかないといけない。大阪なんかは完全にこれ戻したわけです、全部。大田知事の時に使い込んだお金を、橋本道路さんに全部戻して、毎年500億ずつぐらい戻してたんです。そうすると、会社終わったら500億余ったんです。それで今、大阪はその金で、塾代の、クーポン配ったりとかですね、大学無料にしたりとかですね、いろんなことを今、お金が余り出してやれるようになったわけですけど、まあ、要は、まともに普通のことを普通にやれば、財政的な元に戻るわけです。じゃあ、簡単やないよと、誰でもできるんじゃないかと言うんですが、これがまあ難しいわけなんです。なぜなら、今までもらってたものがもらえなくなるわけですから。そしたら誰だって怒るわけです。僕よく一つの例でお話するんですが、京都の人は京都で存在していることは全部当たり前だと思ってあるんですよ。でもね、損じゃないところがいっぱいあるわけですね。例えば、その典型が市バスです。市バスってもうほとんどの街ないですから。もう京都人からしたら市バスがなかったら生きていけへんということですけれども、ほとんどの街、京都から一個出てきてください。京阪バス、阪急バス、近鉄バス、大体民間のバス会社はほとんどやってるわけです。で、自治体運営のバスというのはもうほとんどこの30分ぐらいでなくなりました。関西でいうと多分神戸と高槻ぐらいがやってるでしょうかね、まだ。でも、別にそれバスなくてって言ってるんではなくて、我々はこうしてるとなんか、それが普通だと思ってしまうんです。京都市は子育て全然やってくれへんやないかって言うんですけど、保育士の給料は他都市に比べて5万円ぐらい多いです、京都市は。だから、そこは恵まれてるはずなんですが、他都市並みにするということは、この5万円を引き上げるという話ですから。っていう話をしだすと、もういっぱい出てくるんです。それをどっかで誰かが制御しない限りは、別にこの保育費を削るって言ったわけじゃないですよ。でも、そんなのいっぱいあって、制御しなきゃいけないっていうのは、これなかなかやる方にすると辛いわけなんです。まあ、文句しか言われませんから。だから、なかなか、できないと言われてるんですが、まあ、腹くくってちゃんとやるんだと決めれば、10年もせんうちにきれいに京都市の財政は、整備をすることができるということを申し上げておきたいと思います。まあ、それとですね、もう一つちょっと皆さん頭の片隅に置いていただきたいのは、経営っていうのはこの20年くらいで目まぐるしく変わったと思うんですね。いろんな技術が革新が入ってきたり、まあ、それこそ20年前はまだ手書きで伝票書いてる会社さんいっぱいありましたけども、今手書きで伝票書いてるところなんて当然ないわけです。で、資本ビジネスの仕方も、昔は会社を起こそうと思ったら自分で一から、ね、資本金集めてやる、最近は M&A なんていうか、会社を自分で買うとかっていうのはなんかできるような時代になってきました。変わってきたんですよ。そんな時代の中で役所がやってることっていうのはですね、本当に昭和の経営そのまま引きずってきてるわけです。なぜなら役所というのは変えないことがいいことだという前提で物が進んでいるわけです。僕は例えばの話ですけど、もう中小学校の部分やめたらええんだって思ってるんですよ。こんないきなりプール行ってる人をなんでやねんって怒られるかもしれませんけど、あのプールってもう今授業ほんまに少なくなって、皆さんの授業めっちゃ少なくなってるわけですよ。授業、学校の授業土曜日休みになって、で授業もどんどん詰め込まれてるんで、プール何回入れるって6回とかね、5回とか6回とかって。でも先生たちは1日かけてあれコケ取りするわけ、これコケ取りして夏だけあれ開くわけですよ。確かにこれはいいですよ、いいです。だけどちょっと考えていただくと、京都に限らず、これ日本中全部そうなんですけど、なぜか、どこの町にもスイミングスクールが絶対あるんですよ。で、このスイミングスクールに委託をすれば、プールの授業を。そしたら、先生も完璧な先生です。完璧な水質の状態の中で、しかも年中無休で夏に限らずプールの授業ができるわけですよ。で、この方がはるかにコスト安くなるんです。そして、あのスペースはグラウンドに使うなり、校舎に使うなり、使えるようになるわけです。あのスペースってほんまに夏のちょっとしか使わへんために、あのスペースをすぐ使わなきゃいけないんですよ。で、こういうのって本当にじゃあいるんですか、こうなって考えていく必要あるんじゃないですかとか、
もっと言うと市営住宅にお住まいの方いらっしゃると思いますけど、もう市営住宅なんていうのも本当に京都市がこれから作っていかなあかんのかって話なんですね。あれはですね、もともと戦後民間デベロッパーがそのまともに機能してない時代に、資金力もない時代に、役所じゃないと作れへんから団地をだったらだったら作って、ね、いい環境の住宅に住んでもらおうじゃないかってやってきたわけですよ。だけど今民間デベロッパーの方が安くていい家いっぱい作るんですよ。で実はですね、最近空き家率が高いと、ね、この中にも空き家相談員されてる方いらっしゃると思いますけど、空き家っていうのはですね、なんでできるかというと、住む人の数より家の数が多いからできるわけですよ。簡単な話ですね。だったらできる家を減らしていくわけですよ。だけど民間のデベロッパーさんに作る家作ったらあかんって言ったら、これ明日からワンマン食いやめでございますから、これ作らはるわけですよ。それでいいんですが、わざわざそれに輪をかけて役所も新しい家をどん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 作っていく必要がありますかと。役所は一生懸命新しい家をいっぱい作って空き家率向上に貢献している一方で、空き家対策をするといって、なんとか空き家率を下げようというこのね、ニーズ配慮をずっとやってきてるんですよ。で、よそ今どうしてるかというと、民間の住宅、賃貸マンションとかを役所が借り上げてるわけです。借り上げてそれを賃貸で市営住宅として貸す。もっと言うと、もう市営住宅を完璧にやめて家賃補助という形で出す。実はその方が安上がりだと最近気づいてきたんです。で、その方が住む人も利便性を得られるんですよ。今やったら市営住宅の場所って中途半端な場所しかなかったりするわけですね。だけど民間の住宅使っていいっていうのであれば、好きなとこ選べます。で、民間も賃貸が上がっていきます。空き家率も下がりますよ。で、行政コストも下がる。こういう発想で実は物事を変えていったら、いろんなことができるようになっていくわけです。もう市営住宅なんて役所に建て替える金ありませんから。最近京都市何してるかというと、なお改修費用が捻出できないので、ボロボロの状態で今民間の不動産屋に貸すっていうのを始めました。で、民間の不動産屋がきれいにしてさらにまた貸しするっていう、もうそんなことしなあかんぐらい役所は自分たちで市営住宅を直す力がもなくなってきてるんですから、例えばそういうことを変えていきましょうと、まあ、こういう発想になってこのことをやっていけば、実はできることというのはいっぱいあるということになります。で、まあ、財政の話は、それでしっかりとやらなきゃいけないんですが、それ以上に深刻なのは人口でございます。人口の問題ですね、半端ない。去年も一昨年も日本で一番人口が減った町はこの京都市でございます。そしてしばらく京都はベスト、ワースト10から抜け出せません。1700万人したいながらね、ほぼずっと上位、人口が減り続ける町は残念ながらこの京都市であるということになります。今はまだ肌感覚でそれを実感されないのかもしれませんが、間もなくでございます。特に今日は経営者の皆さんが多いので、ちょっとこれだけを頭に入れて帰っていただけたらありがたいと思っているんですが、2040年問題となります。これは労働者が全くいなくなるという2040年、まだ17年の先の話ですが、17年後には日本中で1100万人労働者が足りないと言っています。1100万人ってどれぐらいかというと、近畿地方全部で働いている全労働力が1100万人です。これが丸すっぽいなくなると言っています。厳密に言うと2027年から急激にいきます。だから皆さん、採用は大変だと、すでに大変だ大変だとおっしゃってますが、今年より来年がもっと大変です。再来年はもっともっと大変です。そして2027年に変わって急降下していきます。2027年が、193万人、2039年が300万人、そして2040年には1100万人したことがあるということが起きます。そしてこの話、私がなぜここで力説をしているかというと、2040年時点で日本で一番労働力が足らない町がこれまた京都だということが、言われているからになります。ちなみに京都は40% 足りないと言っています。どういうことかというと、今100の経済活動を行えていたとしたら、この経済活動は17年の時点のうちに 60% になってしまっているということです。このままいくと、だから京都は特にその省人化、人を使わないビジネスに変えていくとかいうことを社会的にやらなきゃいけない街なんでありますけれども、とにかく日本で一番足りないんです。で、これどういう考え方でそうなるのかというと、東京っていうのはちなみに、労働力不足には陥らないんです。唯一東京だけです。47道府県で東京だけが人口減少にな
不足にならないと思うんですね。で、香川県とかも労働力不足にならないと思うんです。どういうことかというと、香川県は確かに人がいなくなるんですよ。もともと少ないですから、もっといなくなるんですよ。だけど、仕事ももっと減ってくるんですよ。で、バランスが取れるっていう。だから香川県は大丈夫って。で、私も何でもよくわからないですけど、京都、長野、愛媛とか、この辺が 38% と 39% 足りないという町なんですね。で、京都が分かりやすくて、見ていただいたら分かるように、労働需要が非常に、あるんですね。ホテルもどんどんできてます、飲食店もできてます、その分アルバイト欲しいです。店がどん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 経済活動が活発になっていってるので、だからなおさらそれが締め付けがきつくなっているんですけれども、これは、本当に、深刻な、課題になってまいります。で、これ言われてるのはですね、それこそ、17年をした2040年にはもう家族には荷物が届かない。届いたとしても届けてくれるのは郵便局しかない。もうヤマトの手を引きました、佐賀の手を引きました。仮に受けるとしても値段は2倍か3倍もらわないといけません。離島みたいに2週間かかりますよっていうのが周辺部では当たり前になってきます。救急車呼んだって救急車は来てくれません。そして仮に来てくれたとしても病院が受け入れできる体制がもう全然整わない。だって今の病院の人員が4割減ったら考えてみてください。回るわけないじゃないですか。そしたらたらい回しとかいつまでたっても病院に入れない患者さんが大量発生。普通に今日明日ちょっとで免疫変になってきたから明日病院行こうかと思ったって予約してなかったら一切病院を見てくれない。これも普通にきます。介護の世界もうちのおじいちゃん毎日デイケデイサービス行ってるけどもうデイサービスが人足りないから今週は1回しか受けられません。残る3日誰が見んねん、仕事休んで寝なあかんやん。こんな漫画みたいな話があっちこっちで普通に起きます。建築も全然人が足りない。だからお金は持ってんだけども直してくれって言って直す人がいる、直らない。たくさんお金を積んだら直してくれる、役所を作ってるもんなんかたくさんお金積みませんからもう直らない。道路がなるか看板落ちてくる。まあ、トンネルがさすがに落盤するという人、死人がいっぱい出るんで、そこは何とかするかもしれませんが、でも治らないと、こういうことが、普通に起きます。特に建築は自動化させるのが非常に難しい業種と言われているので、どの子が自動化させないかもしれませんが、建築は自動化させられないので、ずっと、待ち、1年待ち、2年待ちで工事をしなきゃいけない。1年待ちでできたら、お前、まだいいんちゃうかというようなことが、これも本当に、もう、この数年で起こりうる、社会なんですね。で特に、私がずっと申し上げてきていることは、経済がしっかりしないと人を増やすにも何もできない。文化を守るにも、これ私香岡さんといつも論争したんですけど、文化が先か経済が先かってこういう論争をよくやるんですが、文化も経済がなかったらみんなお金が先がいなかったら文化を育てないわけです。でみんなが京都に住んだら飯食えるよねって言わなかったら京都に住んでくれないわけですよ。だからやっぱ経済がしっかりしてもらわなきゃいけないんですが、この経済の根幹を揺るがすような問題が今まさに起きようとしているというか起き始めているということになります。だからできるだけ、これ、まあ、時間があったらまたゆっくりお話をしたいんですが、皆さんの方でもやっていただかなきゃいけない宿題がいろいろとあると思います。で、それ以上に行政がやらなきゃいけない宿題が大変大きいと思ってます。2、3日前もある京都の関係者の皆さんとお話をしてたので、してたんですが、例えば京都の企業に就職してくれたら奨学金は返済免除にします。こうしたら京都に多少残ってくれると思いませんか。東京行くか京都に行くかどっちにしようって悩んでる学生いっぱいいるわけですよ。京都の企業はどこも奨学金返済免除です。あんな京都にしようかなって思ったら就職動機につながるわけですよ。かなりで、これなんか突飛なことを言ってるようですが、日本1700ある自治体の中でこの取り組みをやってるのはすでに600自治体を超えてるということなんです。だから京都ではこれスタンダードじゃないけど日本ではスタンダードになり始めてるんですね。皆さんちょっとね、世代が40代50代、まあ私よりちょっと私ぐらいの世代なんであんまりピンと見ないかもしれないけど、僕らの時っていうのは奨学金の、受けてた率って 10% とかだったんですよ。だからたまクラスに1人か2人多いなとかって言われるんですけど、今奨学金を受けてる人の割合って 50% 超えてますから2人に1人は奨学金を抱えたまま社会人になってますから、これすごい重荷になってるわけですよ。でもし皆さんの会社で考えていただけるのであれば、実は京都市は何もしてないんですが、
京都府は奨学金の返済支援制度をすでに作ってるんですよ。で、例えば大体ね、1万4千くらい子供たちが返済するんですね。社会人の人から1月。そのうちの、例えば1万円は会社で面倒見ます。そしたら役所は、京都府は5000円出してくれるんですよ。だから会社の負担は5000円ですよ。でもこうしておくと、あ、それやったらこの会社行こうかな。結構大学生の考えはシンプルでございますからね。そういうことになるわけですって、これ何がいいっていうと、差別化もできるんですけど、それ以上に離職率が下がるんですね。奨学金を何年返済、会社がやってくれるかもしれませんけど、やってくれてる間はやめんと思ってこないわけですよ。例えば、こういう制度を京都の企業さんと京都市もちゃんと入ってるんですよ。京都中でみんなでやる。例えばこういうのは一つの囲い込みになっているわけだと思うんですね。で、企業ももちろん誘致してこなきゃいけません。京都はですね、残念ながら製造業が本当にたくさんあるわけでございますけれども、実は製造以外というのは非常に弱いと言われています。 IT 企業にしてもそうですし、サービス業にしてもそうです。金融なんかもちろんそうでございます。やっぱりですね、京都っていうのは文系の大学多いわけですよ。文系の大学生が行きたい会社がそんだけあるかって言われると、やっぱ残念ながらないんですよ。だから東京、大阪に行ってしまう。だからこの辺の企業も引っ張ってくるという作業も当然これ同時並行でやっていかないといけない。そして、学生の囲い込みを今申し上げたような奨学金だけじゃなくてですね、寄付口座の場合、大学にもっと皆さん近い距離に学生さんがいらっしゃるので、これは東京にはない圧倒的な武器なので、この辺を、うまく結びついてやっていくとか、こういうこと仕掛けをしっかりやる。で、企業もしっかり育てていく。こういうことを一緒にやっていくと、京都に住んだらええやんかという若者たちは当然出てくるようになるわけです。で、逆に言うと、これを10年ほったらかしにしたときは、さすがに元に戻すことはもうできないと思います。私は財政の問題も15年前から、人口が減りますよという話は10年前から言いました。で、なかなか、手をこまねいてできなくて、今になって京都市も、両方しっかりやるようになりましたが、10年遅れています。だから人口が取り戻すのが相当苦しくなっているわけですが、労働力不足はもっと深刻だと思います。なぜなら、よその町が早く気づいてもだったこの問題が出てくるということになります。話があっち行ったりこっち行ったりしておりますけど、とにかく人口減るわけですね。で、私がどういうことを言ってるかというと、京都市の日本で一番減ってるんですよ。日本一人口が減ってるんですが、私は V 字回復をさせて人口を増やせる町京都を作れると思ってるんです。全国に名だたる京都すげえとベスト10に逆の意味で、ね、逆の意味でというか、人口が増えるという意味でベスト10に入るくらいの京都市は他のポテンシャルを持ってる人は全然できると思ってるんですよ。それはこれまで先輩たちが培ってきた京都ブランドというのをちゃんと生かさず絶対できるんですね。全国で京都市も今やってます。東京で行って移住フェア京都に来てくださいとかやってるんですけど、全然来ないわけですよ。よその町もやってます。ほぼ来ないの。で、それ根本的にその人口増加政策が間違ってるんですよ。基本的にですね、まず市内とかに絶対人行かないですね。当たり前ですよね。東川町、北海道に行くからどうですよ、行きませんか、絶対行かないですよね。どこですね、市内とか行かないです。その次、行ったことないとこ行かないです。その次、ええなと思ったとこしか行かないです。日本で、知らない、京都を知らない人います？京都行ったことない人います？京都、ええなと思わない人いると思いますけど、でも圧倒的に京都ええなと思ってもらってる街だと思いませんか、皆さん。こんなに他の街に比べて優位な場所で人口政策をやれる街ってないんですよ、日本は広すぎる。そしてもっと言うと、好きやでって言って来てくれるのもいいんですけど、もっと簡単なのは、住んだことある人をもう一回引き戻すっていうのが一番簡単なわけですよ。住んでてんから。京都の大学生、毎年何万人になってきて何万人出てくるじゃないですか。これせき止めて、来週は帰ってきてくれってやる方がはるかに簡単だ。だとすれば、絶対に京都の人増やせるんですよ。それを、その証拠に、京都市はなぜかじゃないです。まさにこの通りで、60歳代だけが人口増加なんですよ。入ってくる人多いんですよ。これはまさに、次の住みかは京都がいいよねと思っている人たちがいっぱいいると。若い人たちが出ている理由は京都嫌いで出てっているんじゃありません。まあ親元から離れないって言ったらいいんでしょうけど、原則京都好きやけど仕事あれへんねんって言って
あとすれば仕事作ってあげたらいいです。住めないんだったら住めるようにしてあげたらいいわけです。住めない住めないって皆さんおっしゃいますけども、住めへんのは町中だけですから。みんな京都市内の多摩地区に住みたいって言うならそれはちょっと高いし無理やねん。20、30で普通のサラリーマンはちょっと買えませんな。だけどあそこだけは京都市じゃありません。周辺部いっぱい京都市です。伏見にしても西京にしても山下にしても全部京都ですよ。ここで関東メガネも聞いてないんですよ。山下なんて住んでくれないのになぜか山下飛び越えて大津行っちゃうんですね。伏見で泊まってくれないのになぜか山で行っちゃうんですね。松井山でもいいかホストもあるしって行っちゃうんです。これなんで止められへんねんっていうことなんです。でもこれ止めることができれば彼らはここに住んでくれるわけですよ。でそれはいろんな理由がありますけれども、一つは町のブランド力が私は弱いんだと思ってるんですね。これは語弊がないようにちゃんと言ってきますが、やっぱりですね、町中というのはブランド力があるわけですよ。御所南っていうブランドがそこにあるわけですよ。だから求心力がすごくありますね。そういうものがあるんかというと、やっぱり周辺部が弱いわけですよ。でもう一つ課題なのは、周辺部というのはもう向かい島に言うたんですよ、落差に言うたんですよ、老朽化がすごいわけですよ。だからますます若い人たちが住みたくないわけですね。だけどこれリブランドをちゃんとやればみんな住むようになるんです。その証拠に最近話題になっている明石って書いてあるんですよね。明石市いいよね、あの暴言吐く市長がいるらしい。あそこはもともと神戸の人が、神戸に住めない人が明石に住んでたわけですね。で地価も安いし、でもちょっと人気ないエリアだったわけです。やっぱり西宮とか芦屋とかあっち側の人気なわけです。明石はめちゃくちゃ人気なんです。最近、尼崎もそうです。東京で言ったら川崎サイドが爆発的に増えてきたわけです。もう東京で勝ち組なのは川崎と横浜だけです。川崎とサイドなんです。全部これそうなんですけど、もともと住みたいっていう力がなかった地域ばっかりなんですよ、伸びてきてるのは。これはみんな町のブランドを変えていったわけです。ランドマークを作って、大きな商業施設を作ってみたり、教育に力を入れてみたり、子育てに力を入れてみたり、いろんな仕掛けをやることによって便利だけど値段が安いエリアってあるやん。そういうエリアが人気なんですよ。だからそう考えると、実はこの若い人たちが住んでもらえるエリアをもう一回ちゃんと作り直すことっていうのは絶対にできるんです。で、ここで受け止めが効けば京都の人口は絶対になるんです。ここで受け止めが効かなかったらこのままズル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 と若い人たちは出ていく一方で、ああ京都は人がいなくなってきたんだ、労働力がいよいよなくなってきたと言われるわけなんですけれども、実はまあ私はそういうことじゃないだろうというふうに思っているわけです。従いまして、まあ、人口も、財政も非常にまあ状態としては今は厳しいです。いろいろずる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 いくと、厳しいままってありますけれども、今申し上げたように京都が持っている力、底力というのは本当に底知れない大変なものがございます。それが今残念ながら京都ブランドが観光には十分生かされていると思いますが、観光以外に生かされていないということが京都の今の私は一番大きな課題なんじゃないかというふうに思っています。だからそういう意味で、皆さんと一緒になって、ちょっとこう今までの発想とは違う目線でものを見ていくということをやれば、この町は私は、まだまだ、未来が、開けていくんじゃないかというふうに思って、ございます。私自身いろんな思いを持ってこの場に立たせていただいておりますが、今日はですね、マスコミさんも入ってらっしゃるということでございますので、あまり変なことは言えないんですけれども、少なくともですね、私はこの16年間最初に市長選挙に出た時からそうでございますけれども、ただとにかく京都市のことだけを考えて生きてきました。京都市をどうしたらよくなるのか、どういう政策がこの町に必要なのか、ただこればっかり考えて、この16年は仕事をしてきました。少なくとも京都市で役所の職員も含めて僕以上に京都市のことだけを考え続けてきたってやつは僕はいないと思ってます。負けないと思ってます。そういう意味で、ね、この思いをしっかりと皆さんと共有をして新しい京都を作っていけるようになんとかさせていただきたいと、こういう思いで活動をさせていただいておりますので、何卒引き続きのご指導ご支援をいただきますようによろしくお願いを申し上げて、私からのご挨拶に返させていただきます。長時間ありがとうございました。よろしくお願いします。市長さん、ありがとうございました。長らくお待たせいたしました。この
りたいと思いますが、準備が整いますまでちょっと皆様にお願いしたいことが2点だけございます。お手元にこういった応援マニュアルがあるかと思います。先ほどの翔平さんのお話を聞いていただいて、よかった、応援しよう、翔平さんを市長にしたいと思われた方は、ぜひ本日の様子を SNS で拡散していただいたら大変嬉しいです。後ほど、翔平さん本人がテーブルを回らせていただきますので、よろしければツーショットお撮りいただいて、ぜひ SNS で上げてください。また